吉原春吉は、日本の中小画家、実業家。吉原声優社長。具体美術協会の創設者。大阪市の油問屋の御蔵師として生まれる。北の中学校在学中に油絵を始める。関西学院高等商業学部卒業。徒仏後の1928年に、初古典を開き公募展などにも、絵画を出展した。 比較的早くからシュルレアリスムの影響を受け、1930年頃には、魚や浜辺の風景などを題材に描いていた。敬愛する藤田つぐに作品を見てもらう機会を得るが独自性のなさを指摘され、幾何学的な中小海外と徐々に転換した。1938年には、東郷政治主催の2課会の中小画からと、救出会。 を結成するも、戦時に入ると、前衛芸術は目視、彼もまた写生などを続ける日々を送った。戦後は、吉原声優社長としての実業の傍ら会が、デザインの発表を再開し、やがて不定形の形を激しい筆致で描いた、抽象画を描き始めた。その頃、最先端の流行でもあった、海外オートクチュールメゾンのファッションショーの舞台装置をプロデュースするなど、 時代の波にも乗る。同時に、居住していた足足で若い美術家ラを集めて、画塾などを行っていた。1952年秋、現代美術懇談会を結成。そして1954年、具体美術協会を結成。結成時のメンバーは、吉原を筆頭に、島本昭蔵、山崎鶴子、正信正俊、吉原の息子の吉原道を、上前智介、智も 吉田敏郎、東定美ら15人。吉原の元に休校した関西の若手の作家が主なメンバーであったため、同協会は戦後の美術運動としてはむしろ例外的に指定関係を軸としていた。足屋の公園での野外展示に続き、東京の小原会館などで大規模な具体展を開催し、アンフォルメルの主導者であったフランスの美術評論家、 ミシェル・タピエラの注目を集めた。1960年、タピエと共同で、アドバルーンを利用した、インターナショナル・スカイ・フェスティバルを開催した。吉原の息子の吉原道夫とアフリカの芸術家、クリスト・コーツ九1959年大阪1962年、中野島にあった自分の所有する土蔵を改造して、具体美術協会の本拠となるギャラリー、具体ピナコテカを開き、 会員たちの個展を開いた。また自身も黒字に大きく白い円を描くなど円形を題材にした多くの作品を描いた。具体美術協会は解散したが、その先駆性は今でも高く評価されている。実業でもデザインにこだわり、吉原聖油のゴールデンサラダ油のパッケージデザインにあたり、当時最もモダンなグラフィックデザインを手がけていた早川義雄に依頼するなど、 がか,からしく、ハイセンスであった。1972年2月10日、蜘蛛膜下出血が原因で死去。67歳ボーツ。同年3月31日、具体美術協会解散。ありがとうございます。